今回の動画は高騰しすぎて買えなくなった T シャツ編です。いつもご視聴いただきありがとうございます。マサニーでございます。さあ今回の動画はですね、最近まだまだ、暑い日が続いておりますので、僕のお気に入りの T シャツを紹介していこうという動画でございます。過去にハーレーティーとかあとバンティーとか、お気に入りの、ヴィンテージ T シャツなんかを、紹介している動画上がってるんで、まあ、もちろんそちらもチェックしていただきたいんですけど、まあ、結構ね視聴者様からも、たまに言われるんですけど、また T シャツの紹介を、してくださいと、コメントをいただくことが、まあ、ちょこちょこあるので、今回はそれのアンサーとしてまた T シャツの紹介をしていきたいと思います。まあ、僕は、デニムしか履かない人間で、まあ、デニム大好きなんですけど、デニムより正直プリント T シャツの方が好きなんですよ。洋服ファッションのカテゴリーで言うと多分プリント T が一番好きっすね。デニムとデニムを貼りますけど、プリント T シャツが一番好きなジャンルなんですよ。まあ、なので、いろんな動画で何度も言ってると思うんですけど、多分100枚以上はプリント T 所有していて、まあ、もちろんヴィンテージから、現行のものまで幅広く、所有しているんですけど、まあ、今回はヴィンテージディズニー T シャツという括りで、お送りしたいと思います。まあ、近年ねヴィンテージの T シャツ、ハーレーから始まり、バンド T、まあ、バンド T の方が高いのかな今、まあ、ハーレー T シャツもすごく高いですけど、ヴィンテージの T シャツがかなり、高騰していると思うんですが、その中でも、今年ね結構僕はヴィンテージのディズニー T シャツが、まあ、かなり気分で、まあ、よく最近着てるんですよ。まあ、なので、今回は僕が気に入ってよく着ているディズニー T シャツを紹介していこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあということで、早速 T シャツを紹介していくんですけど、やはりこのバンティーから始まりハーレー T シャツ、そしてまあいろんな、アニメ T とかヴィンテージの T シャツの、高騰が著しいですが、やっぱねディズニー T シャツもね、まあ、かなり高騰してきたなっていう、印象なので、まあ、本当に僕が今回紹介するものも、まあ、当時、まあ、僕はプリント T シャツを15、6年集めてますから、20歳から僕今36歳なんですけど、20歳からプリント T 集めてるんで、10年前とか15年前とかに買った T シャツが今回出てくるんですけど、まあ、当時はさすがに安かったですね。今はそんな値段では買えないなっていう感じなんですけど、まあ値段もねちょっと踏まえて、紹介していこうと思うので、最後までお付き合いください。今回は、5枚かな、ヴィンテージの、ディズニーです。5枚紹介していきます。じゃあ古い順からいこうかな。はい、じゃあまず1つ目、はい、まず1つ目はこちらですね。これはマジックキングダムってここに書いてあるんですけど、マジックキングダムっていうのは、アメリカのフロリダ州のディズニーワールドの、4つあるうちのパークの1つですね。日本でいうとディズニーランドとディズニーシーがあるじゃないですか。2つパークが、まあ、そんな感じでフロリダのディズニーは、4つパークがあって、そのうちの1つがマジックキングダムっていうパークになっておりますね。だからこれフロリダの、ディズニーワールドのマジックキングダムの T シャツで、フロントだけプリントあるんですけど、まあ、おそらくこれシンデレラ城かな。シンデレラ城に、まあ、こんな感じで花火が打ち上がってるっていう、プリントの T シャツになってます。これねめちゃくちゃかっこよくないですか？個人的にこのプリントめちゃくちゃかっこいいなと思ってて、
あのディズニーの映画最初のオープニング、だいたいシンデレラ城があって、こうなんかティンカーベルかなんかがこうプワーってこうあの飛んでいって花火が打ち上がるみたいな映像見たことあると思うんですけど、まさにこのモチーフっすね。まさにこれ、まあ、なので、ね、僕映画も超好きなんで、ディズニーランドとかシーも大好きなんですが、映画超好きなんでこのモチーフ見た時はねもう震えましたね。うん、これかっこいいよね。まあこのねプリントは結構アートライクな感じで着れるんで、今年の気分に、まあ、ドンズバでハマったなっていう感じっすね。ドンズバっておじさんしか言わないみたいだね。まあ僕は36歳のおじさんなんでドンズバって結構使うんですけど、今の若い人たちはあんまり使わないらしいですね。はい、ちょっとした自虐です、おじさんっていうね。はい、でこれはおそらくまあ青タグっていう、通称青タグと言われるこのタグなんですけど、まあ80年代から90年代頭頃に使われていたタグなので、まあおそらく90年代ぐらいのボディかなとは思いますね。はい、来たらこんな感じ。はい、でこれがサイズ M なので、まあ、僕が一番好きなサイズ感って感じっすかね。うん、なのでこれもボディよし、プリントよし、サイズ感よし、なのでこれはねかなりね気に入ってますね。これは超好きな T シャツ、お気に入りの T シャツの一つでございますね。はい、ということで一つ目はマジックキングダムのT シャツでございました。さあ続いていってみましょう。さあ続いて2枚目ですね。はい、2枚目は、はい、こちら、こちらはグレーボディになってるんですけど、プレジャーアイランドっていう文字が入ってるんですけど、まあ、プレジャーアイランドっていうのはピノキオに出てくる怠け者の子供をロバに変えちゃうっていう、遊園地の名前ですね。結構怖い遊園地があるんですけど、そのプレジャーアイランドの T シャツになってますね。なんかイートとかドリンクとか、なんかなんだろうな、なんか食って飲んで楽しいことをしようぜみたいなメッセージが込められてるのかな、これはおそらく。でね、このプレジャーアイランドってね、まあ、まあ相当なディズニー好きでもなかなか、え、それディズニーの T シャツですかって、まあ、なんないよね。相当ファンでもこれなんないよね。これディズニー T シャツとして、まあ、一見わかんないかなっていう T シャツのプリントになってるところが結構気に入ってますね。普通にちょっとアート調なプリントで、まあ、グレーのボディっていう感じで、でサイズがおそらくこれは、あ、ちょっとタグありますね、ラージ L ですね。これで L、 はい、来たらこんな感じ。はい、でまあ、L なので、まあ、僕からしたら若干でかいかなっていう感じ、まあ、ちょいゆるで、着れるかなっていうサイズが、まあ、全然許容範囲かなっていう感じのサイズなんですが、まあね、この誰もディズニー TT 気づかないっていう、この
ステルスディズニーみたいなところがね、かなりね、これ気に入ってます。このデザインもかっこいいんだよね。うん。で、これが、こういう赤いタグ、ついてるんですけど、まあ通称、赤タグ後期とか言われるやつですね。タグの解説と年代判別はちょっと詳しくはやりませんが、自分でいろいろ、Google で調べてみてください。結構ね、詳しく解説している方も多いと思うんですが、それしちゃうとまたすごい長くなっちゃうんでね、時間が。まあ、なので、詳しい年代判別は自分で、検索してみてください。まあ、通称赤タグ後期って言われるタグで、まあ、90年代かな。90年代、半ばから90年代後半にかけてぐらいのボディだと思います。これね、めちゃめちゃいいんですよ。あんまりディズニーしたくない時で、に、ちょっとでもディズニーも取り入れたいみたいな、このテクニック使おうみたいな時は、だいたいこのプレジャーアイランドの、T シャツ着ることが多いですね。はい、これが二つ目。はい、続いて、もう結構好きな、デザインなんですけど、はい、こちらでございますね。はい。これはね、タワーオブテラーの、T シャツでございます。めっちゃ良くない？これ。めちゃめちゃ好きなんだけど、このデザイン。はい、着たらこんな感じ。はい。で、これがね、表記のサイズが S で、結構ね、タイトめで着てます、これは。で、これはもうフロントのプリントが秀逸だよね、これ。ミッキーがあっち向いてんのがめっちゃいいよね。めっちゃいい。もうフロントプリント最高。で、バックプリントもあります。はい。このね、文字だけなんですけど、後ろは。このちょっとね、プリント下なんじゃないみたいな。微妙に下じゃない？もうちょっと普通この辺じゃない？バックプリントみたいな、このプリントのズレ感もめっちゃいいね、これは。これめちゃめちゃいい。これめっちゃ気に入ってます。これ、僕はね、ディズニーシーが好きなんですよ、ランドよりね。でディズニーシーの中でもタワーオブテラーが一番好きなので、まあこれはもう見っけた時はもう絶対買おうと思った。ちょっと小さいな、まあいいかみたいな感じで買っちゃいましたね。これはこれめちゃめちゃいい。でこれもね、僕が持ってるやつはワインレッド、まあ、ボルドーなんですけど、カラーがこれの黒とかはもうなんかめちゃめちゃ高くなってますね。もう T シャツの値段じゃねえみたいな値段になってるんで、結構ねカラーものは割と買いやすいお値段で出てることが多いので、黒以外を探すと、このモチーフでも、まあ安く買えるかなっていう感じですね。まあこれはね、めちゃめちゃおすすめですよ。もう、このプリント超好き。うん。これはめちゃめちゃ、可愛すぎないね。ミッキーがこっち向いてたらちょっと可愛すぎるんだが、あっち向いてるからちょうどいい塩梅っていうか、これは絶妙ですね。うん、これは絶妙。はい。三つ目が、タワーオブテラー。の T シャツでございました。さあ続いて参りましょう。続いては、はい、こちらっすね。これも僕が大好きな映画なんですけど、ナイトメアビフォークリスマスのジャック・スケリントンのプリント T シャツでございます。これもかっこいいよね。ちょっとこのね、ボディがこの墨黒の感じ、この墨黒の感じがね、もうたまんないよね。で、この、大判のジャックのプリント。これもね、こうサイズが M なんで、僕は一番好きなサイズ感になってます。はい。着ると、こんな感じ。
はい、ということで、まあ、僕は結構ね、ティム・バートンの作品もかなり好きで、まあ、特に、ね、このナイトメアはめちゃめちゃ好きなんですが、制作会社は確かディズニーではないんですけど、配給販売会社は、まあ、一応ディズニーなので、今回ディズニー T シャツくくりで、まあ、出したんですけど、まあ、厳密に言ったらディズニーではないのかも。うん。まあ、配給会社がディズニーなので、大枠ではディズニーなんですけど、厳密に言うとディズニーではないかもっていう人もいらっしゃいますね。はい、これナイトメアって難しい、結構グレーゾーンなんですよ、ナイトメアは。ディズニーじゃないっていう人も一定数いるので、一応分かってますよっていうふうにはしてます。一応大枠ではディズニーだよね。あと、一応ディズニータグもついているので、今回は、ディズニーくくりとして紹介させていただきました。はい、これで4枚目ですね。4枚目はナイトメアビフォアクリスマスの、ジャック・スケリントンの T シャツでございました。一番好きなのは一番ナイトメアで好きなのは、ロック・ショック・バレルっていう、ちびっこさん悪ガキ3人組が一番好きですけどね。このタイプのなんかその3人の T シャツがあったら絶対欲しいなと思います。ジャックも好きですが、はい、で4枚目はジャックの T シャツでございました。で今回ラスト、これは一度紹介したことあるんですけど、なんかの動画で、はい、こちらみんな大好きパイレーツオブカリビアンの T シャツでございます。これはもうフロントにもうドカンと、あと骸骨のプリントがありまして、後ろ、はい、バックはこんな感じとちょこんとプリントがある感じっすね。これもね、結構、まあ、でか、まあ、僕からしてもかなりでかい T シャツなんですけど、まあ、着たらこんな感じですね。はい、僕からしたらまあ本当にかなり、でかいサイズの T シャツで、もうかなり、着たらゆるダボになっちゃうんで、今回はまあ本当裾も出して袖もまくらず、着用してるんですが、基本着るときは、タックインして、袖を限界までロールアップして着るっていうのが、まあ、定番の着方にはなりますね。まあ、ゆるダボで多分着ててもちょっと緩い T シャツ着てんなぐらいの感じで、まあ、違和感はないと思うんですが、僕としては、タックインして袖まくりの着方が一番しっくりくるなっていう感じでございますね。はい、ということで今回はこの5枚紹介して、いきました。でね、やっぱこのね、多分一番値段上がってるのはこの辺かな。やっぱまあ、年代こそ、2000年代、パイレーツ・オブ・カリビアンが公開されたのが2003年とかなので、まあ、この T シャツは、まあ、90年代でもなく、2000年代頭からまあ半ばのボディだと思うんですが、だからこれが多分一番新しめの T シャツなんですよ。まあ、ただ、世界的に大人気な、映画のプリント、しかもディズニーっていうのが あるので、このプリント多分見つけたらかなり値段上がってると思います。東京で似たようなプリントの T シャツ何枚か見つけたことあるんですけど、もうとんでもない値段してましたね。はい、まあ、あと、まあ、このやっぱタワーオブテラーも結構値段高騰してるなって感じですね。今の値段だったら僕は多分ちょっと買うか、かなり迷いますね。で、この意外とね、これ何枚か多分ネットとか
で、あのフリマサイトで探せば何枚か出てくると思うんですけど、なんかねこれもね謎にちょっと高いんですよね。なんかなんだろうね、なんか人気出そうなプリントでもないし、なんだろうね、まあちょっとアートテイストなプリントで人気があるのかな。これもねちょっと意外と高いんですよね。でもこの辺ジャックとかはよく見るし、そんなに高くはないと思います。でこのプレジャーアイランドの T シャツに関しては僕が持ってるもの以外で見たことないです。なのでちょっと相場わかんないっすね。多分あれば安いんじゃないですか、こういうの。プレジャーアイランド、みんな検索してみてください。ちょっと僕はあんまりネットで買い物しないのでわかんないんですけど、この辺はちょっと安く出てるんじゃないですかね。買いやすいと思いますよ。はい。で、まあ、僕が所有しているものだったら、この辺はおそらく安く買えると思います。で、やっぱこの花火系のね、ちょっとアートっぽいやつと、このジャック・スパローね、パイレーツ・オブ・カリビアン系と、このタワー・オブ・テラー、この辺はちょっとね値段が高騰しているので、まあおそらくまだまだ値段上がるんじゃないかなと思うので、まあ気になる方はね早めに買っといた方がいいと思いますよ。古着はね今が一番安いですから、気になったものはね今のうちに買っといた方がいいと思います。この辺はまあ狙い目なのかな。で僕はね結構ちっちゃめが好きなんで、ちっちゃめを買うと結構安いですね。やっぱ LXL はちょっと高いんでね、小柄な人とか痩せてる人は小さめのサイズの T シャツ狙うと相場より若干安く買えますよ。はい、ということで今回は、僕が所有しているディズニー T の紹介ということで、動画撮影していきました。いかがだったでしょうか。ということで、まあ、まだまだ T シャツいっぱい持ってるので、なんか機会があればまたT シャツの紹介動画も撮っていきますし、僕の私物紹介みたいな動画もたくさん撮ろうと思っているので、なんかコメントでこんなの紹介してくださいみたいなのがあれば、ぜひ気軽にコメントで教えてください。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。